午後3時、榮倉奈々さんがアフレコに挑戦です。榮倉さんが登場したのは映画名探偵コナン最新作のアフレコ公開イベント。映画はゴッホの名画ひまわりをめぐる物語。榮倉さんはひまわりを守るため集められた絵画鑑定士を演じました。ゴッホは弟テオヤの手紙に15本のひまわりの絵を14本だと書いてるんです。幼い頃から名探偵コナンの大ファンだったという榮倉さんに喜びを聞きました。嬉しかったですね。子供の頃本当にテレビの前で見てた自分に教えてあげたいって思った。絶対信じてくれないと思うけど、だからすごい家族が喜んでますね。ちなみに5年ぶりの声優で絵画鑑定士を演じた榮倉さん、専門用語が多くテレビの前やお風呂で繰り返し繰り返し練習を積んだそうです。こちらの映画は4月18日からの公開になります。ショービズ24でした。